カノ時トは、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、国土交通副大臣、参議院経済産業委員長、文部科学大臣政務官を歴任した。母方のおじに、歌手の藤山一郎がいる。目黒区立夢小学校、芝中学校、高等学校を経て、1957年に、東京大学法学部第一類卒業。 1962年、通信教育にて、日本マネージメントスクール経営数学コース終了。1964年、慶応義塾大学経済学部通信教育課程を卒業。その後、東京大学教養学部非常勤講師、慶応義塾大学特別招聘講師等を務める。この間、ハーバード大学、東京大学工学部等で講義。 1994年、ペンシルベニア大学、ウォートンスクールインターナショナルフォーラム終了。学校法人芝学園理事。2017年1月17日、死去。1957年、東京電力入社。営業計画課長、省エネルギーセンター副所長、営業部副部長、科学万博電力館長、関連事業部長等を経て、 1988年、取締役原子力本部副本部長に就任。以降代表取締役常務、副社長を歴任。この間、朝まで、生テレビ、の原発討論の会には、推進側パネリストとして出演したのをはじめ、世相を切る、スーパーモーニング、NHK、日本テレビ、TBS、テレビ、東京などに多数出演。また、など、 国際機関、委員会、審議会等、約40の役職を務めた。1988年度外務大臣表彰、第1回、大平正義学術研究助成、1997年、サラマンカ名誉市民を受けた。1997年12月、同社役員を退任、地球環境、エネルギー総合研究所を設立、理事長に就任。 1998年7月の第18回参議院議員通常選挙に日本経済団体連合会の組織内候補として自民党公認で比例区に出馬し初当選。2001年9月第1次小泉内閣で文部科学大臣政務官に就任。エネルギー問題に精通する数少ない国会議員の一人で、 2002年のエネルギー政策基本法の成立に尽力。2003年の世界原子力協会では、原子力の世界的平和利用に関する特別厚労省を受賞した。2004年7月、第20回参議院議員通常選挙に自民党公認で比例区に出馬し、個人票第10位で再選。2008年8月、福田康夫改造内閣で、 国土交通副大臣に就任、麻生内閣でも留任した。2009年9月16日退任。2008年12月末、順、大手ゼネコンの西松建設から、同社の OB らを代表とした、政治団体を隠れみのに、多額の政治献金を受けていたことが判明した。 可能は200万円分のパーティー券を購入してもらっており、社会通念上いかがなものかと感じ、返却することにしたと述べている。2010年の第22回参議院議員通常、選挙には党の内規により出馬しなかった。同年11月3日、朝日、重光明を受賞した。2011年2月1日に、東京の経団連会館で、 参議院議員任期満了、新著出版、報奨受賞の記念会が開かれ、自民党総裁や東京電力会長を、はじめ各界から約600名が出席、政界引退後なお意き健康であったが、同年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故の数日後、運営していたすべてのホームページ、電子掲示板を閉鎖。3月31日に、 可能時を講演会を4月30日に地球環境エネルギー総合研究所を解散。その後、東京電力に顧問として復帰。顧問は2012年3月末で顧問制度の廃止により退任したが、東日本大震災以後も月に約90万円の報酬を得ていたことは、東京電力への公的資金投入や電気料金値上げに鑑みて問題視された。 自民党、エネルギー政策合同会議に、参与として参加している。選択的夫婦別姓法案導入に賛同。婚大子の出生率が日本は1.1%と、世界の中でも最も低く、少子化の阻止のためにも、そのためには、男女の別姓の問題、これを選択性であれ取り入れていくということも一つある、と述べている。ありがとうございます。